火曜弁です。今日は秋田県秋田市矢橋に来ております。こちらラーメン白黒田さん、ハッピーライトのオーモールラリーだとか周りの面倒校の対象店舗ってのがあるんでね、この後行ってこようと思います。はい、来ました。こちらの方が味噌ですね。安藤醸造の、味噌とかね、他の味噌にごまやナッツなどを混ぜたスープですね。いただいてまいりました、美味しかった。で、味噌だとかに関してもやっぱりね、すっきりしてるんだけど安藤醸造さんのどしっときた味噌の味、旨味っていうのが後から来るんだよね。で、多分山椒とかも加えていてねって感じで、煮卵だとかに関しても本当に美味しいんだけどしつこすぎないような味付けになってるね。で、味噌ラーメンで驚いたんだけど、大体ラーメンってどれもスープありきで醤油だれ塩だれでなんですけど、味噌ラーメンって言うと味噌が最初にドンと来るじゃないですか。ですけどここの味噌ラーメンっていうのはやっぱりスープありきで味噌が支えてるって感じだったので、ある意味新しい味噌ラーメンかなって気がしましたね。美味しかったです。さすがですよね、白黒さん。何食べても美味しいです。チャーシューとかもね、油もねそんなにしつこくなくって、肉のうまさがしっかりしてるし、やっぱりシナチク麺と大きさがね合わせるようになる。やっぱり食べるときにねストレスなく本当にこうマッチするようにね工夫されてるトッピングでしたよね。美味しかったです。また来たいと思います。白黒さん、これからも頑張ってください。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。